佐藤選手の入場です。拍手でお迎えください。第4レース1着になられました佐藤航選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。351という成績ですけど、3日間走ってみてどうですか？いや、もう不甲斐ない成績なんで、まあ、とりあえず最終日でもお客さんに貢献できるようにと思って勝ちました。今日は、逃げ切りで1着ですけど、作戦的にはどうですか？そうですね、4試合痛かったんで、なるべくライン全部ずれてると思ったんですけど、なかなか相手もあることですし。次回開催は どちらですか？次は地元の名古屋になります。最後にコーチのファンの皆様に一言お願いします。台風が近づいて足元の悪い中、本庄まで来てくださってありがとうございます。この後 A 級決勝、 S 級決勝、それまでにもたくさんのレースがありますので、たくさん多く稼いで美味しいご飯食べてください。以上です。